モクテスマ一世、または、モクテスマイルイカミナは、テノチティトランの第五代トラトアニであり、アステカの大王。モクテスマ一世は、アステカの王の内在因年数が、最も長く、盛んに外政を行って、アステカが強力な軍事国家として繁栄するための基礎を築いた。モクテスマという語の縄トル語の意味については、怒って、しかめ面をする。 主などの解釈がなされているが、正確には分かっていない。イルウイカミナは、天空に矢をいるものという意味である。エルナン・コルテスがやってきた時の王・モクテスマ2世は、モクテスマ1世の彦にあたる。アステカの拡大。赤が、イツコアトル、茶色が、モクテスマ1世の時代モクテスマ1世は、第2代トラトアニであるウィツイル・ウィトルの子で、母のミアワシ・ウィトルは、クアウナワクの長の娘であった。 第三代トラトアニのチマルポポカやシワコアトルのトラカエレルは腹違いの兄である。叔父のイツコアトルがトラトアニの時代にすでにトラコチカルカトルの位にあり、すでに軍港があった。1440年にイツコアトルが死んだ時にその後継者として選ばれたのは明らかにその功績が要因であった。モクテスマ一世はその知性を通じて外世を繰り返し、 アステカの領土は大幅に拡大した。メキシコ盆地では長い戦いの末に、チャルコを征服し、さらにはステカ、プエブラ、ゲレーロ、オアハカにまで至った。モクテスマエ世は重要な攻易センターを抑え、毛皮、木綿、カカオ、鳥の羽などの市場を制御した。外政の継続が可能なように、各地にテルポチカリと呼ばれる学校を作って、若者を教育し、軍人を養成した。 軍人は階級に従って復職の規定があった。モクテスマ一世の知性にアステカはしばしば災害に襲われた。1450年の洪水でテノチティトランは大きな被害を受け、モクテスマ一世はテスココのネサワルコヨトルの援助によって湖を横切る長さ1 5トル近くにわたる堤防を作った。ネサワルコヨトルの援助でまた、 ジャプルテペクからテノチティトランまで飲料水を運ぶ、水道を建設した。水道は、チマルポポカの時代に建設されていたが、この時に新しいものに作り替えられた。モクテスマイ世イはまた、ジャプルテペクに、自らの石像を刻ませた。悪天候により、飢饉が発生した時、モクテスマイ世イは王室に貯蔵された穀物を、人々に配給した。1469年に没した。 モクテスマ一世の娘アトトストリは、イツコアトルの息子のテソソモクと結婚し、アシャヤカトル、ティソク、アウィチョトルの三人の子を成した。彼らはいずれもトラトアニに即位した。伝説によると、父のウィツイリウィトルは、夢のお告げによって、クアウナワクの長の娘ミヤワシウィトルと結婚しなければ、ならないと考えたが、当時のメシカは、まだ豊かでなかったためにクアウナワクノはこの申し込みを、 拒絶した。ミツイリウィトルが、再び夢のお告げに従って、特製の矢を射ると、その矢は、ミヤワシュウィトルの宮殿の中庭に落ちた。ミヤワシュウィトルがその矢を口に含むと妊娠した。その後、ツイリウィトルは、クアウナワクを征服し、ミヤワシュウィトルの子を、自分の継承者と宣言した。モクテスマ一世はまた60人の魔法使いを召しの、 元凶であるアストランに住む女神コアトリクエのもとに死者として使わしたが、コアトリクエはモクテスマが得たすべての都市が失われ、再び貧乏になって、アストランに帰ることになるだろうと言ったという。ありがとうございます。